内部告発でパワハラやおねだりなどの疑惑で崖っぷちとなっている兵庫県の斎藤元彦知事。兵庫県議会が設置した百条委員会は8月23日に県職員を承認に呼び一連の疑惑について質問。そして同時に実施していた兵庫県職員アンケート調査中間報告も公表された。機嫌が悪いとタブレットや資料等を投げる。 時間に間に合わないと公用車の座席を後ろから蹴り飛ばす。というパワハラや比較製品の生産現場を視察した際、40万円相当の革ジャンを試着して、これはいい。もらえないかと知事がおねだり、そして2021年の知事選の際には姫路庁舎に来た斎藤元彦当時候補者の演説を、管理職に聞きに行くように指示して、所属ながらが聞きに行っていた。 と刑事事件にななっってももおかしくない話もあったアンケートに回答した県職員の一人は、現代ビジネスの取材にこう話す。内部告発され、マスコミに出ている斎藤知事の疑惑。ほとんどが大筋で正解だ。元県民局長と元課長が斎藤知事の疑惑で自死に追い込まれた。それ以外に斎藤知事の傍若無人な振る舞いで、 精神を病み苦しんでいる県職員は10人以上いるはずです。そして、この県職員自身も斎藤知事のパワハラを目の当たりにしたという。ある視察の時、エレベーター近くで斎藤知事を待っていた。すると、エレベーターが閉まり、上昇。斎藤知事は、段取りが悪い。俺、知事だ、わかっているんか、と激怒。女性のスタッフは、泣き出しそうになるほど、怒っていた。 小さな施設なので、エレベーターは1分もあれば、また戻ってくる。しかし、斎藤知事は帰るまで、ムッとしてほとんど口を開かなかった。ある職員は、知事様だからしょうがないわ、と言っていた、アンケート調査でもエレベーターに関する記述がある。視察した際、知事がエレベーターに乗ろうとすると目の前でエレベーターの扉が閉まり、 乗り損ねたことに激怒して、エレベーター前にいた県職員に、施設の職員も見ている前で、お前はエレベーターのボタンも押せないのかと大声で怒鳴りつけた、知事が、エレベーターのボタンも押せないのかと職員を罵倒した、斎藤知事の暴君ぶりを象徴させる。斎藤知事を内部告発した元西張馬県民局長、A 氏が亡くなったのは7月7日のことだった。斎藤知事は A 氏が亡くなった、 自殺のようだというニュースに接してえトゼック氏真っ青だった兵庫県の県職員。A 氏は7月19日の百条委員会で証人として内部告発の詳細を語る予定だった。A 氏の遺族は百条委員会に A 氏の陳述書や斎藤知事が兵庫県上郡町にワインをおねだりした録音など新たな疑惑の証拠を提出。その理由について、 死をもって抗議するという趣旨であることも明かされている。